2球目打ち上げて打球は右中間方向、打球伸びていって、打球伸びてボールはフェンスに当たる。さあ小深田は三塁キャンバスを蹴る、セカンド中継ボールはホームに帰ってきますがホームイン、1点先制イーグルス。村林タイムリーツーベース、右中間を割っていきました。まあ、ここは機動力を使わず、まあ、使う前に、はいうんはい、まあ、まあ、真っすぐを狙いに行った、まあ、ランナーが走るだろうというところで、はい、あえて待つんではなくてそれだけは打っていこうというところでね、思い切った結果なんですよ。ここは少しですね、このクッションボールを少しだけ誤ったんですよね、はいはいはい、こう変えられてしまったって、思ったようにこうクッションボールが来なかったので帰ってこなかった、帰ってこなかった、イメージとして。セカンドの頭上をうまく打った、三塁回ってバックホーム、サードだ、ホームイン、太田がホームに帰ってきました。村林今日2打点、ツーアウトの後の3連打です。このバッティング外のボールうまく食らいついていきました。今カーブですけどね、あれだけまっすぐで抑えこうどんどん来られて、まあ、ファールでって言ってありましたけども、はい、しっかりついていってね、